はい、こんにちは、ペソでございます。三国志11続きやっていきましょう。で、今回は何をするかと言いますと、武雄県さんでいいので投石隊をちょっと一部隊出してね、ここの術工を取りに行きましょう。遅れるな。で、こちらからはえー、4人ぐらいねいるんで、うん、まず放出さん、投石隊ね。大木さんちょっともったいないから、まあ3体でいきましょうか。全速前進。はい、で知力は低いんで、戦力はあと5万だから 2,3 部隊だね、出せるとして。5,000 ぐらい持っていっとこうか。はい、で、チームジュニアですね。進軍。あとは騎兵隊がいるので、よいしょ、うん、ちゃんと組ませましょうか。進軍開始。あとは騎兵隊ね。
な感じでよろしいでしょうか。10万ぐらいね。心得た。チョエさんのお亡くなりになった。ああ、修善さんね、拒否。攻め立てよ。我に続け。せ。おお。ああ、こっちか。補修した方がいいな。65%。ああ、食らわないか。お呼びで。これでも食らえ。よしよし。我に続け。
手から扱いだ。は。進め。はい。急ぎなさい。遅れるな。進め。何なり。カオンさんもだいぶ遅れてるね。速度。承知。はっ。今だ。さあ、個室さんらも、はっ。宝石放て。投石は いけないね。やっぱり水軍じゃないから。前進。これはいけるんだ。ああ、主幹さんがね、まあ5の人間だからでしょうね。進軍。おう。走れ。お呼びで。前進。全速前進。おう。かけろ。そうだね、こっちではどうかな。お、いける。あれ、あ、いたいたいた。微妙なんですよね。もうちょっと角度変えた方がね、やりやすいかもしれないですけどね。
さあ物資が届くまでしばしの我慢ですね。陳京さんはどこ行こうとしてんのかな。かな。うん、ではターン回しておしまいにしましょう。よしよしよし。はい、では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。